バナナのココです。切ったな。さてさて新年も明けてもう一週間ほど経ちましたが皆さんはどうお過ごしでしょうか。私は部屋の大掃除をしましたよ。新年と言ったら大掃除だもんな。ゴミとか全部食べた。食べんな。というか今映ってるところだいぶ前の録画じゃない？そうやうぜえな。まあこんな感じに実はだいぶ広めに拠点を拡張していたんですよ。やばない？でもこんなに広くしてどうするの？まあ前回の動画では鳥居とか作っちゃってたけど他になんかあったっけ？あれとかかな。なんだなんだ。チンピラごぼうかな。は？ここに大量に村人が渋滞しているので今広げた床のところに全て移動させます。めちゃくちゃ村人数いるじゃん。しかも確か全員結構いい役職ついてるからね。めっちゃ有能なエンチャボン能力とかついてるやつだろ。ええ、そうや。黙れ。まあこの子たちを移動する最もの理由はめちゃくちゃマイクラが重たくなるので離れているところに移動するってだけなんですけどね。まあ村人は内部データ多そうだもんね。エビフライ。は？なんとか全員の村人をこの拡張した床に移動させました。というかこの村人って全員取引価格エメラルド一つで交渉できるの？まだ普通の村人状態で取引価格がかなり高いので例のあれをやります。まさかあのあれか。私の大好きなやつだろ。そうそうそう。一年歯を磨かないチャレンジだよ。好きじゃねえよ。まあ例のあれをする前に数人だけエメラルド一つで取引できる村人がいるのでその村人だけ定位置につけておきます。それでは残りの村人は全て交渉が高いのでここに壁を作り閉じ込めてゾンビちゃんを連れてきまして、そして壁を壊して村人を投入、そしてこれで村人をゾンビ化させることができる。ボート乗っちゃってるけど。まあもうボートは全て壊しちゃって自由に歩ける状態にしましょう。よし、これで放置すればいずれ全員感染しますよ。村人を閉じ込めてわざと全員感染させる。まさに最高やんけー。いやがやーさにね。はい、ということで全ての村人が村人ゾンビになりました。みんなこっち来てんじゃねえか。え、ないよバカ。とりあえずここを開いてポーションと金リンゴを与えられるようにしましょう。えげつない数の村人ゾンビがいるね。それではいつも通り弱体化ポーションを投げて金リンゴも与えましょう。これ多分後ろのゾンビまで治癒効果がいってないんですよ。じゃあ早めに治癒効果与えないとまた感染して無限ループするよ。とりあえず慎重にノーマルゾンビを倒してボートで治癒されてない村人を拘束してこの状態でまた治癒させます。これだったら安心して治癒できるな。はい、ということで最後の一人ジョニーくんです。誰だよ。ああ間違えた、ジョニーくんでした。どうでもいいわ。はい、ということでこれで無事全員治癒できました。そしてここから一人ずつ定位置まで連れていきます。しっかりガラスの屋根もつけて雷対策しましょうね。え、せーよ。は？まあこれで全員定位置につけて食料もしっかり分けたのでこれで村人に関してはだいぶ安定しました。もうエンチャントにも困らないね。皆さんは、こちらの動画は知ってますか？え？もちろん私は、知らんよ。お前は知っとけよ。まあこの空で暮らすマインクラフトパート10ではゾンビにネザライト装備とネザライト剣を持たせて弓で倒したんですが、今回はなんと、ゾンビを耐久エンチャントダメージ増加5を脳持たせて、マックで働かせます。迷惑だろ。まあとりあえずここの防具盾のところにノーマルのネザライト装備があるのでこれを使っちゃいましょう。でも前やった時も耐久エンチャついてたくない？でも今回は武器がネザライト剣ではなくダメージ増加5付き脳のなので一番高い。でもそれだけしか変わらねえのか？え？そうや？うっざ。まあそれは冗談でしっかり新しいやり方を考えてあるのでそれは戦う前にお伝えします。それではまずネザライト装備に耐久3とダメージ軽減4のエンチャントをつけます。頭、体、パンツ、足、田中、誰、そしてこの前回作った鳥居の前くらいに闘技場を軽く作ります。まあ闘技場作らないと盛り上がらないし近くの村人が危ないよね。そして一応屋根もつけておきます。ネザライトヘルメットあるから別によくね。よーくなー。黙れ。とりあえずゾンビを上に連れてきたよ。私のダイヤ剣取られたけど。まあそれは多分ネザライト投げた時に変換されると思うからとりあえず闘技場に連れていきます。よし、連れてきた。じゃああとはこの壁を閉じればいいんだな。その前に最強の斧を作っていきますよ。まずダイヤの斧を作ってエンチャントで過剰に効果をつけておきます。はい、こんな感じで効率強化5耐久力3修繕ダメージ増加5の斧が出来上がりました。この時点でダメージ12だぞ。どてかみん。なんだよ。そしてこれをさらにネザライトへと進化させるとなんと攻撃力驚異の13です。そしてここに死んだ時用にベッドを置いてすぐ復活できるようにしてます。でも装備とか剣あるし死ぬことあるのかな。え、知らん知らん。というのは冗談でなぜこんなにビビってるのかというと装備と武器を全部すっぽんぽんでいきます。やばない。じゃあもうこれほぼワンパンで死んじゃうんじゃない。いやまだわからないよ。前回とのネザライトフルゾンビとの違いを見せつけたいからもっと高得殊的なやつが欲しい。何がいいだろう。歯磨きさせないとかしてねえだろ。わかった。エビフライ。まあとりあえずそれはいいとしてまずこのゾンビがしっかりネザライトを持ってくれるか試さないといけません。今跳ね返ったくね。もっと中心に投げないとダメだよ。このくらいかな。さあ取ってくれるか。
ダメですね。マジかよ。じゃあこいつはもう諦めるしかないよ。せっかく無傷なのにもったいない。まあゾンビは拠点が空中に浮いててその影で下に大量に湧いてるのですぐ連れてこれます。よしゾンビ水上エレベーター上がったぞ。早速持ってきてくれたのでこの子も闘技場まで運び、名札で名前を決めておきます。なんて名前にするんだ？めっちゃ最強のやつだから。これだ。史上最強のゾンビ。誰だよ。まあ巷では呪術廻戦という寿司屋が流行ってるじゃないですか。呪術廻戦っていうアニメな。それに登場する五条悟を参考にした結果史上最強ですよ。誰だよ。それではこれで名前を付け終わったので次に装備をかぶせていきます。ちなみにさっき日光に少しやられて体力消耗してたけど負傷のポーションで回復させたよ。それではゾンビちゃんに装備を与えてみましょう。さあどうだ。しっかり装備しましたね。ではこのまま全ての装備を与えて最後にこのネザライトの斧も与えれば最強のゾンビの完成です。かなり耐久ガチガチのゾンビだよ。そして私たちは素手で戦います。まあ5人で戦えば割といけそうだが。と戦う前に記念に撮影してみましょう。まあなかなかネザライト振るゾンビなんてお目にかかれないからね。もう少し近づいちゃうか。やばない。まあ記念撮影はこれくらいにしておきますか。これ以上死者が出ても困るしな。ちなみにさっきの死でレベル130失いました。何してんだよ。それではそろそろ実戦といきますか。それでは早速戦っちゃいます。まず私たちが持っていい持ち物は食料のみで、武器は素で、装備はなし、鬼は外です。関係ねえよ。今あるものを渡したよ。そうそうそう、今回これを使います。攻撃上昇と移動速度上昇。さすがにみんな強化しないと勝てねえのか。いやいやいや、なーに言うてんねー。私たちに使うと思ってんの。いやまさかまさかまさかあいつに使うのか。そうそうそう、お母さんに使います。使うな。まあそのまさかのゾンビちゃん用のポーションだよ。それでは早速ボートを壊してポーションを2つ投げる。さらに攻撃力上がるってことはこれもうマジで最強だぞ。あーよいしょ。やばい、早速マリサが死んじゃった。とりあえず殴りで体力削っていこう。さあみんなで畳みかけろー。みんなで殴れば5倍の力で倒せるか。キンピラ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 キン。まあ結果的に割とめちゃくちゃ硬いんですよこれが。だってもう全くびくともしないよな。おらー、今助けに行くぞー。霊夢がやられたぞ。気をつけろよ。いやマリサ死んでん。いやさないも死んでん。何これ。みんなでボコボコ状態だけどノックバック体勢ついてるし殴りだから全く体力減らないよ。すっぽんぽんでいきます。そして戦いがかなり地味ということなので超高倍速でお送りいたします。まあ何回も殴ってるだけだもんな。ということで戦いから約4分後くらいでついにもう100発以上は殴ってるよ。弱どっちだよ。ということでかなりの回数死んでしまいましたが、なんとかフルネザライト史上最強ゾンビ倒すことができました。かなり強かったし面白かったけど動画的にはすごく地味だったな。まあ実はこれも苦労の中に入ってるものだったのでこれで達成でいいでしょう。このビーコンのやつも達成していたね。それではちょうど目標の話になったので次はこのエンドラトリガー2体を同時討伐を全て同時にやっていきたいと思います。裏でめちゃくちゃひどいこと起きてたぞ。え？しらーよ。まあ実はボツになったやりたいことがありまして、それでエンドクリスタルをたくさん生産していたのでそれを使ってエンドラを復活させます。もともとはエンドクリスタルの爆風でめっちゃ飛ぶ企画だったんだけどな。なぜかジャババンだとエンドクリスタルの爆風で全く飛ばなかったんだよね。ちなみにその時の現場なんですが、床を黒曜石で作ってこんな感じにエンドクリスタルをたくさん置いて敷き詰めようと思っていたんですよ。でもその時やってしまったのです。何してんのという感じでミスしちゃったのですが、その代わり全く爆風で飛ばないことも分かったので結果的に良かったです。はい、それではウィザー2体とエンドラを同時に召喚したいと思います。右に1体分の準備をして、左にもう1体分の準備をして、私が真ん中でクリスタルをはめるからヨウムとサナエにウィザーを召喚してもらいます。それじゃあせーのでいくよ。はい、チーズ。よし、これで同時に召喚されます。結構離れたところから見た方がいいかも。さあさあさあ、3体同時に現れますよ。そろそろウィザーが起動するぞ。来た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 。あとはエンドラだけですよ。エンドラの復活はちょっとだけ長いからね。止まってね。壊されてるな。ということでバックアップしてやり直しです。バックアップ取っといてよかったな。裸でバネズミ言ってねえよ。はい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 。そして最後これが爆発したらウィザー召喚。これで多分ちょうどよく3体同時に召喚されるね。わーうるせえな。エンドラが復活してウィザーも2体完全に起動しました。上のバーが3つとか初めて見たわ。まあまず倒す優先度的にはエンドラが先の方がいいのかな。ということで次回はここから始まりたいと思いますので、今回はここまでです。ボツになったエンドクリスタルの案もどうにか何かで代用しなきゃな。え、せーよ。しろよ。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。それでは、キンピラを放たない。